どうですか、光子さんは実際そうやって、まあ、私は聞いてるちょっとお二人に説明するような感じでお願いしたんですけど、あのこの玉がその飛んで、ものがあの お母さんの頭の上に乗っけていったやつが落ちたっていう話を私は聞いてます。そのことについてちょっとお二人に話してもらっていいですか。パラパラされるでしょ。パラパラパラされると頭に乗せてるのも人間にも当たるし、あの落としたりするわけよね。だからパラパラされた時に、あの山からちょっと落ちて落ちた時にパラパラされたことがあるわけ。人のね、あ、俺の山よ、あの、あれ山に登って、あの、みんなついていくから、みんな次々ついていくから、人の山登ったら、あの、人が、誰かが触ったなんかすると、わからんから、暗いからね。人は、あの、カラカラカラって なると、パラパラパラされるわけ。したらね、このカンカンっていうのが、アメリカ人ってみんなこのカンカンを食べたらね、みんなあっちはカンカンさ、あのそれにいろんなの入ってるからカンカンにいろんなの、うん、アメリカはね、大抵食べないさ。みんなカンカンだからカンカンみんな食べたら、みんな声を下げてるわけ。みんな引っ掛けてやってるもんですからね。これが人が触るとカラカラカラしてなるから、人もっとバラバラバラされるわけ。今のね、今ゲスメの不足でしょ。あのもう真っ暗しの中で避難するんですよ、昼はね、隠れて、うん、そして米軍がある程度広っぱいところにテントがあって、そこで構えていて、鉄条網がみんな張り目をついてね、うん、そう、これが分からんから進もうとしたらぶつかる。鉄条網にはカンカン下げてるから、アメリカ人はこの敵が来たら見えないから、ガラガラしたら来てるなと思って、機関銃でやるわけさ、あの、あれですね、機関銃で、うん、その時みんなこの捨てたんじゃんとしているんだから、捨てるのが、あの、遅かったらやられて死んだのもいるし、うちのおふくろは頭なくって、あの頭の荷物だって落としたってこうやったりする。それよ、そのことを言ってね、もう鉄条網にカンカン、みんな誰か触ったらガラガラしたらね、うわーっバラバラやる機関銃で、それ日本軍はね、アメリカ軍に対して野手日本兵的食ったらしいんだ。それを防止する意味で、防ぐ意味で鉄条網に張り巡してやってるから、兵隊なんか、あの民間人なんかもういい捨てんやろうけど、だってほとんどこっちで死んでる場合、機関銃で、そのこと言ってるんだね。ああ、うん、どうでしたか、実際そういう体験、その、この家に逃げるときに、あのその野営してるっていうんですかね、米軍がそうやって、うん、いるところで、そうやって、このカラカラなるものに当たって、もうそうやって銃撃、バラバラされましたよね、そのときって、どんな感じだったんですか。もうただ山だから、もうあれさ、何も見えないし、ただ一つついていくだけ、うん、そこであの美代子さんが亡くなったし、いや、その後、その後、その時にこれが落ちたから、あのちょっと穴に引っ張って、中身落ちて引っ張って、落ちる赤ちゃんこう帯で抱っこしてる、中身落ちてこう出して、ちょっと穴があって、そこにちょっと落ちたから、ね、引っ張り出して、それからだんだんあっちに行くと、どんどんあの兵隊がいるところに近づいていってるわけ。うん。今からだんだん降りていってるわけ。兵隊ってアメリカのね、兵隊。わからんからね、どこが、うん、味方がいるか。そしてね、パラパラされた後から、うん、そしてその最後のパラパラはまた道に降りてからね、あの、あれがあって、うん、そこなんかで死んだのね、あのとこパラパラされて、そこで死んだ人もいるし、怪我した人もいるわけさ、うん、その後からまた、あの、うん、その先じゃない、先もやられて、パラパラされたけど、その後も、そのパラパラされて、それが最後だね。何回もこういうのがあるということだよね。何回もパラパラされて、それで、あの、メイクをあっち、先の人で倒して死んでる。まだいつこなんかこっちから卵取って、一人が卵が入ってるわけよ。戦後まで入ってきた。で、この人、もうそれをうちの母が、もう、あの、うちの、ね、姉さんが言ってたから、これも姉さん。もう、卵が通って、もう、15年落ちて、もう、私も歩けないから、早く行きなさい、行きなさいって
言うけど、うちなんかいい、そういったのこの人つかめて、すーちゃすーちゃしてね、うん、言ったりしてよ、うん、本当にもう、まあ、地獄みたいなんだね。そう、もう本当に戦争っていうの誰が死ぬか、どんなるかわからんからね、もうあるけど人つかめて、すーちゃすーちゃして一緒に連れついていくわけ、うん、うちなんかみんなの誰も怪我しなかったですね。もうお父さん一人がなくなって、それが亡くなった。4月から避難して6月まで何回もあったといいです。1回だけ、うん、で、あの、うん、こうやって避難していく中で、そのあの避難するとき何か踏んだっていう話を私に前されましたけれども、そのことをちょっと教えてもらって、踏んだもの、あ、踏んだの人が死んでるもんでしょ、うんうんうん、あっちこっち全部のもう人が死んでるからね、あの雨の降ってあとはね道にもあの倒れて死んでる人もいるさ、あの道のそばでもみんなね、だからみんなこれを焼けてちょうどこっとしてね、もうそのまま歩いて行くわけよ、踏んでもう死んでる人ももう人が通ったらあれしてまたこうして降ったら上がってこの水がたまっていつももう死んでるわけ、それも踏んでそのまま焼けてちょうどこっとしないわけ、もうそのままみんな踏んで歩いて、大変だね、うん、それも日本兵がね、あれのっつって、うん、埋めてくれ埋めてくれするけど、誰も埋めるスコップも持ってないし、あのみんな逃げるのが精一杯だから、そのもうそのも置いてみんな逃げていくわけ、だからその人もそのも死ぬんだろうねってみんな見せる人言うとき、もう誰も助ける、自分の命さえ前へ行くとどうなるかわからない、だからもうそのもほっととかしていくわけ、うん、インゴが死んだみたいに、そのおっちゃんで誰も見ないし、ほんであるしも、うん、人間は生きている間だね、ちゃんと思う、死んだのも動物も一緒、私がどこで落ちたの時、あの時ちょっとおもろいなろうけど、いっぱい並んでいた歩いてた感じをね、私は畑のあぜ道からずっと歩いてたんだけど、浜が上からあの攻撃されたら前で死ぬ人もいるし、当たらない人もいる、当たった人は倒れてね、生きとったような感じも私はしてしまいます、パルパルするから、そのパルパル、サムが行った人いる人あったですよ、ちょうどうちなんかあのみんな当たってなかったんだよね、あの、ま、ちょっと話前後しますけど、そのあの時の話をお願いしたいんですけど、この夜あの家族と一緒に逃げてた時に、その前の方からパラパラされた時に、その前の方からバタバタ倒れてきてって、あのでいとこ、さっきちょっとお話ししたいとこの方が銃撃受けた時の話をちょっと二人にしてもらっていいですか、うん、このパラパラされた時、これ手をつかめて出した時、その時じゃないの、うんうん、その後だよ、あれは最後のパラパラをね、美恵子たちがやられたのね、いとこですよね、美恵子さん、それはどういう時の状況だったか二人に教えてもらっていいですか、うん、それ道があったんだよね、その道に入れたんです、少しをね、一体掘られ取られたところの道じゃないの、この美代子が死んだところをね、その後がフローズアメリカたち見つかったの、うん、その前面から20日じゃないわけ、うん、その逃げてた時のことをちょっと教えてもらいたいんですけど、ね、あのその夜、その夜でしたよね、うん、あのこう歩いてた時に、まあ、棚原さん あの家族が後ろの方で、前の方にいとこの方が進んでいってたんですよね、うん、それでその当たった時の様子とかをちょっと教えてもらっていいですか、2人、うん、パラパラされたらね、あの前に行ってる人が当たって、後ろにいる人が当たってない人もいるわけ、こんなこんなしてみんな、もう誰が当たるか分からんわけ、うん、うちなんかその時誰も当たらんわけ、いとこもみんな当たって、そして流れて、親はね、また安定が安全なときた場合、数えて、自分数なんで、そのときに投げてるんだよ、あの、どうしたの、あの、その、当たったとき、その、まあ、カラカラ、その、があって、その、中継されたんですよね、確か、うん、それで、その、ちょっとさっきお話にあった、その、お母さんの活躍というか、お母さんが助けたことをちょっと話してもらっていいですか、あの、カラカラの後の、だからね、うん、このいとこがパラパラされて死ぬっていうのもね、この山でこれ引っ張って出した時の後なのよ、あれはパラパラされた時誰も当たらないよね、あんた出した時はね、
あの時パラパラ山の上だったけど、そこから降りてからね、パラパラさせて、あの上子たちをやられたんだよ。その後ね、またどっかにあっちゃあっちゃしてるから。それでまだアメリカたち見つかってないの、あの子はね。それから、その後、歩いてる時に、その後、その後、すぐ見つかったんじゃないの、アメリカたち。その、その後でしょ、まあ、お父さんと別れたのはその後ですよね。うん、そのパラパラで前 のいとこたちが撃たれた時のことで、うん、お母さんがそうやってこの助けたっていうお話をちょっと二人にしてもらっていいですか。うん、そのパラパラされた時は事故上がって道があったのよ、ね、うん、道があって道で言っても見えたら道じゃないさね、草も生えたり道、昔は車通らんから道で言ってもね、今見たら綺麗な道じゃない、うん、当然事故があるわけ。事故の落ちてるお姉さんと私も歩けないから、もうちょっと先に行きなさいとされて、でうちの母がみんな引っ張って出して、引っ張って連れて行って。確か二人こう肩に担いでこう助けていったんですよね、うん、お母さん。うん、もう一人もね。うん、もう一人のその肩はその足にこう貫通したんですよね、両足。うん、一人は通って。出てるけど、一、うん、人は弾が入ってるわけ、戦後まで。それでいつも、ほれとるですから、この人たちを、うちの母は病院に連れて行くわけ。うちなんか誰も怪我してない、うっちゃん来て、家に置いて、そのまま、これたちを連れて行くわけ。うん、その時亡くなったのが美代子さんか。うん、そのパラパラされた時。美代子さんって人も亡くなったと。うん、止めよう、ちょっと止めて聞かせます。うん、あれで。だからちょっと物が言いにくい。聞きにくいところもあるはず。よし、じゃあ後半スタートでお願いします。ちょっと待ってね。では、まあそのパラパラその、この南部マブニに逃げてる途中に先ほどまではそのパラパラ銃撃ねされていたっていうお話を聞きました。でその逃げてる途中で、さっきイケメンになったって話がちらっと出たんだけど、そのことについて今から聞こうと思うんですけど、そのイケメンになった号が崩れてって話がありましたね、それをちょっと二人にお願いします。大きい山があったわけよね、うん、したらね、この向こう側に右側に落ちたもんで、弾がね、で半分までもう吹っ飛ばされて死んでるわけよ。うちなんかずっと反対側だったからね、それで生きてるわけよ、思い入れたんだけど、ボンと上げて、ボンと落とされたわけよ、ふんと入るわけよ。一応、ただ上からね、なんていうの、土が落ちるんじゃなくて、弾が落ちたらね、ボンと一応、ボンと上げるわけ。ボンと上げるわけじゃなくて、そうやってね。で、あと、ボンと落とされるわけよ。落とされた時に、土の中入ってしまうわけよ。ただ、上から土が落ちてくるだけじゃないの。一応、ボンと上げる。上がったと思ったら、ボンと落とされるわけよ。その時に入ってしまってね、こんだけもう動けなくなるわけよ。動けなくなって、もう、して近くにいる人が、ただこっちよこっちよって喋るの聞こえるわけで、確かに来た人がいるんだって分かって、でみんな弟なんかもね、みんな助けてって言ってあっちも聞いてるわけよ、ね、こっちから中に埋められてる人がね、助けて言うのも聞こえるわけよ、外からのも聞こえるわけ、うちなんかも、でちょっと待ってよ今、助けるからねって、みんながね、行って、少しずつスコップで、みんなが、もう5、6名来て、開けるわけよ。で、開けて、手を引っ張って、うちなんかね、立てないから、手引っ張って、つかめ引っ張ってくださいって、言うわけよ。そうじゃない、立てないわけよ。ほら、
埋めるっていうかね、こんだけ埋めると人立てないのよ。こうやっても全然もう立てないわけよ。立てないからね。で、捕まえて鉄板ってくださいって言ってすると、あっちも動かって捕まえてね、ゆっくりゆっくり引っ張るわけ。こんな人引っ張れて一人一人出されたわけよ。そうじゃねえ、じゃなければみんな死ぬわけよ。そのまま助ける人がいなければ。だからその時みんな一人ずつね、あの出されて助かったわけよ、うちの家族は。もうそのままで家族全部死んでる人もいるし、助ける人がいないところはね。あのちょっと今の補足で、あのどういうところに我慢に逃げてたんでしたっけ、お願いします。どういう我慢、我慢、このね、ここ掘られていたのよ。掘られていた、あ、うん、掘られていた、はい、掘ら、うん、作られていたのよ、うんうん、そこのボラカネスを作ったんでね、うん、で空いてるからうちの中入ったわけで、いろんな穴がこう、うん、されてるわけよ、木で、うんうん、だから木でこうされてるから、あのこっちに入って、この木のあれで助かってるわけよ。でも簡単な感じだったんですけど、ね、うん、簡単なもんだから、すぐこれもボロボロす落ちるから、それであのみんな思ってるわけよね。